応してますね。アセトアルデヒドは沸点が低いので冷蔵庫に入れて冷やしておくんですけども、この段階で突沸することがあるので、通常はですね、試薬瓶をこう試験管の方に近づけることはないんですけど、突発した時のことを考えてですね、試薬瓶からこうアセトアルデヒドを移します。突発することがあるのであまりたくさん使わない方がいいと少しずつ入れてみます。もうちょっと B 液入れてみます。加熱はしてないんですけれども、反応熱でもだいぶ温度が上がってきて、だんだんこう濁ってきてますね。だんだん、青から緑からいやいや赤茶げた色にだんだん変わってくる感じですね。加熱するともうちょっと反応がね、鮮やかに進むんですけど、まあ、安全のためにね、突沸しやすいので無理して温度を上げる必要もないかなというふうに思います。だいぶ赤くなってきたんですけど、あまり無理をせずですね、この程度の観察で良いかなと、この程度観察できれば良いかなというふうに思います、ね。もうちょっと時間を置いたものがね、こちらになりますね。まあ、褐色赤、褐色といいますか赤に近いですね。無理にこう加熱して反応を急がせて突発させないことが大事かなというふうに思います。